3000年もの栄華を誇った古代エジプト文明。その美と科学は18世紀に至るまで歴史に埋もれていた。再発見したのはフランスの英雄ナポレオンだ。1798年に始まったエジプト遠征で150人もの学者や芸術家を帯同、エジプト全土で発掘調査を行った。最大の発見はアレキサンドリア近郊で見つかったロゼッタストーン。黒い石碑に3種類の文字、初めてヒエログリフが読み解かれた。解読に成功したシャンポリオンはエジプト学の父と称され称えられている。ギザに立ち並ぶ三大ピラミッド、そのほど近くサッカラにはエジプト最古のピラミッド、階段ピラミッド。その周囲からは多くの岩窟壺が見つかっており、ライデン発掘隊も長年発掘調査を続けている。さらにナイル川を遡ったルクソールにある王家の谷、ここからはツタンカーメン王の墓がほぼ未盗掘の状態で見つかった。エジプト南端の町アスワンの遺跡には異民族ヌビアの文化が色濃く残っている。古代エジプトはまさにナイルの賜物なのである。